先行きます。今日ここから行きます。これ点あるかどうかわかんないんですけど、一応ちょっと打っておきます。問題はこの反りなんですよね。これがやたらと長い。ということですね。さあ先行きましょう。次なんですけれども。短い角の右上がりがね強いんですよね。しっかり強い点を打って点が来ると、そして長い横角です。で詰めて詰めて書いて上は長く出して。で収めると。さあそして。同じですか。頭強くて下が細くなって。少し右へ向く。結構右上がりが強くして寄って跳ねるということです。
さあ、もう少し行きましょう。で、強く右上がりを強く、こちらは押さえて、行き上がりがここは強く長い横角で左へ大きく払い、左から真下へ、でここがまた思われます。そしてこのたっぷりとした横角を少し反らせて書くと、でこれは長く払いを見せるために短くしています。長く見せると、そしてここをしっかり反らせて点と。さあ、あと56時、これはこの反りこういう線ですよね。それが書ければ、ここへ点と、ここが全然見えてませんけど、まあ、推測で行きます。でこれはよく見えているので、見えた通りに書いていきます。この反りが特徴的です。で、これまた難しい、意外とこれ立ってます。でここへ来ると、
この長さの関係と、右上がりの関係と、この反りの関係がね、なかなか難しい。さあ、そして三つ糸ということで、ここでもまた短いですけれども、こういう線が出てきます。今回は以上です。だんだんバッテリーがなくなってきて、で次の6時はちょっと持たないかなということですね。はい、今日は